はい、こんばんは。ギタリストであり音楽家の竹下敦です。今回ねご紹介するのはこちら、ギブソン社のレスポールジュニアです。最近ね私がゴールドトップのレスポールばかり弾いてるのでね、メインギターがゴールドトップのレスポールかとお思いの方も多いかと思いますが、私がねとても愛しているのはこのレスポールジュニアです。まずねこういう感じの音がいいんですよ。なしにいいですよね。まずこの音色が出る一つの原因として、レスポールジュニアというのは一番細い弦がね、10と呼ばれる、一般的な弦よりも少し太い弦が張られています。そのためにこれ何が起こるかというと、少しね、太い音がするんですよ。そして柔らかい音がします。で一般的にギブソン社のギターには全て10を貼ってくださいというふうに、今ね、正規代理店である黒沢垣さんの方でもそれを推奨されています。しかしですね、古いオールドの、レスポールにはねこれなぜか09の弦が貼られてるんです。でそしてねゴールドトップのレスポールというとガンズ&ローゼスの、スラッシュさんが有名だと思うんですが、彼はね 1.1 かな、すごく太い弦を張ってるんです。で私はと言いますとこれね09で弾いてるんです。なぜかというととっさの時に09の弦でも弾けないと困るからなんですね。本当は10を張りたいんです。少し太い弦を張りたいんですが、一般的に多く出回っている中にね09の方が多いんです。なので、練習やねレッスンの時はできるだけこちらのゴールドトップのレスポールを使うようにして、こちらのレスポールジュニアの方は温存というかね、少しコンディションを整えるために私のガレージであったり、あとはスタジオのいろんなところに持ってっていろんな経験をさせています。まだ1年目なんですが、ネックのね見えますかね、この部分なんかは削っていただいたりして、だいぶねすごくいい感じに仕上がってきてます。1年目なんですがすごく手になじみますしね、とにかく軽い、ギター本体が軽いんでステージなんかでもねギターをこう振り回してこうジャッと弾いて弾いたりするときに、09で弦高が低い方が早弾きなんかはねしやすいんじゃないかと思われがちなんですが、これ意外と関係ありません。慣れの問題です、全ては。で私自身は実のところ10の方の弦に慣れてしまっているので、09の弦というのはねコントロールするのが難しいんですよ。少しテンションが弱いんで軽いタッチじゃないとピッチが音程がね整えにくいんです。ところが10だとこうすごくスムーズに、ビブラートをかけやすいんです。これなぜかというと、ちょうど弦とねこう釣り合うところ、こういうこの力がねちょうど私の指の力と合うんです。09はねやっぱり柔らかすぎてビブラートがね大げさになっちゃうんです。これじゃしつこいでしょ。やっぱりこう軽くっていうぐらいがちょうどいいんであって、やはりギターっていうのは基本的に支えたり叫んだりいろいろなね、表現の仕方があると思うんですが、私の場合どうしてもねピッキングもねこういう強いですし、09だとね切ってしまうこともあるんですよ。でこのギター自体すごくギブソン社のギターって強いんですね。多少落下させてもまあ傷はつきますよ。ただ破損してしまうというケースはねなかなかないんです、実際のところ。なので09の弦で練習しておいてね、まあ、レスポールゴールドトップのレスポールで弾いていて、こちらにパッて持ち帰るとねとてもスムーズに弾けるんですね。とてもね大切にしています。まあお値段の方もね、まあ、そこそこしたんですが、それだけの価値はあるこのギターです。そしてこちらにね、オールドタイプのね P90 と呼ばれるピックアップがついてるんですが、これがまた本当に音がいい、あったかくね、そして時にシャープにね、あまりトーンコントロール使うことないんですけど、トーンをちょっと絞ってみましょうか。今これトーン0なんですけど、トーン0にするとこういう音になります。違うでしょ。でこれトーン今10にしていますね。そうするとまあ結構抜けのいい音になるわけですね。トーンを10にしても耳障りじゃないじゃないですか。キーンっていう音がしない。これがね P90 のいいところです。強く弾いてもね、アタックが強めに弾いてもすごくマイルドな音がします。私のようなちょっと、まあ、ハードに弾くタイプのギタリストにねすごく合うこの、ギブソン社のレスポール、22年のラインナップには、まあ、似たモデルがね登場すると思いますが、私はねこのモデル、2020年モデルかな、この1本は特別な1本だと思ってます。このね木の目とかね、で音が変わります。そしてネックのね、触った感じでも音が変わります。私が購入した時はね日本にもう3本しかないという状況だったんですが、もうこれに一目惚れしました。他のものは見て確かに似てるんですよ。似てるんですが違うものでした。これだけは別格でした。もうこれは在庫はないんだと思いますが、こちらの方にテロップ出ますんで、黒沢楽器 G クラブ東京さんの方に問い合わせてみてください。もしかしたらどっか他の店舗にね在庫があるかもしれません。これはね本当に持っていて損のない事態です。そしてね是非購入の際はね正規代理店である黒沢楽器さんで購入されることを強くお勧めします。なぜかというとメンテナンスが本当に優れているからです。非常に素晴らしいメンテナンスをしてくれます。ネックの反りであったりね、そういうところ、ボディのちょっとしたところ、あとピックアップ、弦高調整、本当に素晴らしいメンテナンスをしてくれますし、弾き手一人一人に合わせて本当に適切にね調整してくれます。私はとてもね、黒沢さん信頼してます。なかなかねこのレスポールジュニアっていうのは手が出ない時代だと思うんですが、人生の中で一度はね本気で引き込んでみると、ギターのプレーのね幅が広がると思います。今回ご紹介しましたのはねこちら、ギブソン社のねレスポール氏が愛用したレスポールジュニア、もう自分の子供のように思ってるわけですね。ぜひ、手に取っていただきたい、そして引き込んでいただきたい一品です。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time です。